にちは、リセのインテリアの浜田です。今回は、はい、スタッフの私物愛用品を紹介してもらう企画です。はい、一つ目は、ピーボのカクテルグラスです。木村ガラスさんっていうところがそのスイーツとワインというテーマでセレクトした、ピーボというシリーズのカクテルグラスなんですけど、なんか普通はお店で出てくるようなグラスっていうのを、自宅で使うっていうことがすごくなんか贅沢でいいなと思って購入しました。これ家で使ってるなんておしゃれですね。ありがとうございます。普段使いにはやっぱり正直向いてなくて、まあ、扱いもやっぱすごく繊細なんですけど、やっぱそれが逆にいいというか、まあ、丁寧に使うとか特別感があってすごく楽しめるんですよね。で本来はやっぱりカクテル用のグラスだと思うので邪道かもしれないんですけど、まあ、薄張りというか飲み口がすごく薄くて、口当たりが良いのでスッと飲めるような気がして、ワインがすごく美味しく感じられるんですよね。で僕はお酒自体量はそんなに飲まないのでこのサイズ感っていうのがちょうどよくて、購入しました。でプロの方が見たら笑っちゃうような使い方かもしれないんですけど、やっぱり家で使うものってそんなんでいいのかなと思って、細かいことは気にしないで使ってますね。なんか浜さんっぽいですね。そうですか。デザインとかってどうですか？そうですね、デザインはそのやっぱり線が細くて、なんていうんだろう、スッとしているところに、まあ、ちょこんと円柱が乗っているっていうのがすごく個性的でいいなと思ってます。でワイングラスの繊細なものをそのテーブルコーディネートして使うのももちろんいいなと思うんですけど、やっぱりちょっと変わった形のグラスをテーブルコーディネートに取り入れるとやっぱり映えるというか、まあおもてなしの時なんかは、やっぱりすごく喜んでもらえますね。で価格もそれなりなんですけど、まあ、外食をして高い場所でワインを飲むっていうことを考えたら、そのすぐ元が取れるというか、なんかそんな気持ちにさせてくれるグラスなんですよね。はい、では続いての愛用品紹介をお願いします。はい、続いては、イールドインテリアプロダクツの、カフェチェアです。まあ、リセノの店舗でも取り扱いのある岡山にあるのすごい素敵な家具屋さんの椅子なんですけど、そうですね、この椅子はですねもう本当に思い入れのあるもので、初任給で生涯を共にする憧れのチェアを買おうと意気込んで購入した椅子です。なんか思い入れあるっていいですね。そうですね、本当に思い入れが強くあります。で大学生の時に、まあ、リセノでアルバイトをしていて、まあ、その時に、まあ、お店にあった椅子なんですけど、うん、その時はそうですね4万円くらいかな、大学生にとってはまあ、すごい高いじゃないですか、4万円のチェアって。今でもいいお値段ですけどね。まあ、そうですよね。ですよね、まあ、でもそのすごいいいなと思って、 それで社会人になったら、初任給で買おうというふうに思ってお金を握りしめながらこう買いに行ったっていうのを今でも覚えてます。でその時は本当にそのワンルームの部屋を作り上げていくことにワクワクしてましたし、まあ、無垢材だったりいい材を使ってたり、まあ、高さとか座面の幅とかそのセミオーダー的なこともできるっていう椅子だったので、もう本当かっけえなと思って、まあ、やっぱり今はヴィンテージの名作がこう好きになって、まあ、好みと違う部分もあるんですけど、まあ、インテリアにはまりたての自分のその好きだったセンスとかその時の気持ちとかをまあ形として保存してくれているという感じですね。でも今でもやっぱりその時のことを思い出して、笑顔になれるので、大切にしています。最後に、3つ目お願いします。はい、最後は、ラスユニットシェルフです。リセノのオリジナルの家具なんですけど、これが本当によくって、まあ、以前公開したルームツアーという企画でも紹介させてもらってるんですけど、今はそのパスタとかレトルトのカレーとか保存できる食材を
上段に入れて、下段にはよく使う食器っていうのを入れています。で、薄型でやっぱりスペースを取らないので、すごく重宝しています。ちなみに中ってどんな感じになってますか？はい、中ですか。中は、一応こんな感じですね。薄型ですけど、しっかり入ってますね。そうですね、収納量も全然問題ないので、すごく使いやすいかなと思います。はい、で、あとはそうですね、棚の配置っていうのをこう変えられるっていうのがすごい大きくて、その今はこの使い方なんですけど、このシェルフを下に下げて棚上に持ってきて、もっとディスプレイっぽくしてもいいですし、結局引っ越しをしてその使用場所が変わっても、それに合わせた使い方ができるっていうのがいいなと思っています。で、家具ってやっぱりなかなかね、こうやっぱり頻繁に買い替えられるものでもないじゃないですか。なので、この先、引っ越しとかをすると思うんですけど、引っ越し先に合わない家具とかってやっぱり絶対に出てきてしまって、どこでも使えるその可変性っていうのがなかなかないので、長く使えるんじゃないかなというふうに思っています。